今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は臨時の快速電車新春初詣山鳥号高崎行きです。6両編成で運転しています。進行方向の一番前の車両が6号車、一番後ろの車両が1号車で運転しております。全席指定席です。あらかじめお買い求めいただきました指定席券に記載されています。号車の番号と座席の番号をお確かめの上、指定の座席をご利用ください。号車の番号は客室の出入り口上に、座席の番号は座席の頭上の荷物棚のところに表示しております。指定の座席をご利用ください。本日この電車の座席には全ての座席に予約をいただいております。座席の変更等はお受けで行かれますので指定の座席をご利用ください。順に車掌がお伺いし指定席券の確認をさせていただきます。車内改札へのご協力をお願いいたします。車内は全車禁煙です。携帯電話やスマートフォンはマナーモードに設定の上、通話の際は短い時間でもデッキでお願いいたします。車内販売などの営業はございません。ご了承をお願いいたします。車内で撮影などされる際には他のお客様への迷惑とならないよう十分ご配慮の上お願いいたします。停車駅到着時間ご案内いたします。次に止まる駅は大宮です。大宮到着は17時3分です。高崎線に入ります。上尾17時13分、桶川17時17分、北本17時22分、鴻巣17時26分、熊谷17時39分、深谷17時48分、本庄17時56分、終点の高崎は18時12分、6時12分に到着です。お買い求めいただきました指定席券にも降りになる駅の到着時刻を記載しておりますので、併せてご確認ください。ご利用くださいましてありがとうございます。次に止まる駅は大宮です。大宮到着17時3分でございます。